こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンでは室内でできる練習方法を紹介させていただきたいと思います。いよいよ寒くなってきましたね。なかなか練習場へ行ってボールを打つのも、ちょっと厳しい季節かと思います。そんな時はですね、室内でもとても効果的な練習ができます。どのような練習かと言いますと、クラブ1本を使ってそれを肩に担いで体を回転させる練習、このような練習を行うことで正しいボディーモーションといって体の動きですね、腕以外の部分が正しく動かせるように、基礎作りという形で、室内でやっていただきたいわけなんですが、注意点が一つあります。それはまずはじめに、通常はボールを打つ時というのは骨盤から体を前傾させてその中で回転していくわけなんですが、この肩にクラブを担いでやる練習では、私がおすすめするのは前傾はせずにまっすぐ地面に対して立って、その状態でクラブを地面に対して水平に回転させる、練習です。このような練習を1ヶ月程度行ってみてください。そうしますと通常のスイングが非常に良くなっていきます。このような練習を1ヶ月程度続けた後に前傾した形での、取り組んでいただきたいんですね。というのもなぜかというと、肩にクラブを担いで練習されている方の多くがこのような形になってしまっているんです。正しい動きに対してバックスイングで左肩が落ちすぎる、そしてフォロースルーで右肩が落ちすぎる、このような形になってミスを犯している方とても多いです。ですからまずはじめに地面に対してスタンサーバーは通常のショットと同じ程度広げます。そして水平を心がけて地面に水平に回転させられるように練習を行ってみてください。驚くほどスイングが改善して、春先暖かくなってからのナイスショットに必ず役立ちます。ぜひ参考にしてみてください。